マットサイエンティスト。マットサイエンティスト。英語、マット、サイエンティストとは、フィクション作品に登場する、上記を一した科学者である。日本語では、強科学者、狂気の科学者、狂った科学者と訳される。類義語にマッドエンジニアがあるが、両者の区別は明確ではない。主にフィクション作品において、その資格を持たない、詐称の場合を含めて、科学者、博士、 ドクターの称号を名乗り科学知識や技術などを駆使する上気を一した科学者として登場する人物。はじめ SF 作品で取り上げられた。超絶的な頭脳を持つが、往々にして理解しがたい価値観や世界征服などとんでもない願望を持ち、周囲の迷惑は何も考えていない。悪役として描写される場合、より端的に悪の科学者、また悪の天才。 狂気の天才といった形容詞がつく場合がある。物語の役割として事件を引き起こす原因として登場することが多い。マッドサイエンティストの行動はしばしば以下のように描写される。共通するのはパニックを起こすことである。SF を主題とする作品ではロボット、人造人間などを開発して大混乱を引き起こす描写が多い。悪役であることが多いが、 前者の場合、コメディ作品では主人公の仲間やロボットの主人公の創造者として描かれることもある。後者の場合であっても一種のコミックリリーフとして活躍する場合もある。マッドサイエンティストの人物像はいくつかの提携がある。共通して付き合いづらい人物の特徴が見られる。共通の特徴としては、まず優秀であること。ただし例外も見られる。 次に科学に対して、モノマニア的にひたすら情熱を注ぐ学者、技術者であること。しかし中には、新しい発見による名声や発明による収入を目的とすることもあり、科学は方法に過ぎない場合もある。次に言動が奇境、一般社会の慣習や礼儀に疎いか無関心で、自分の研究が起こす周囲への迷惑が見えない、あるいは理解できていない点が挙げられる。 このために、例えば、減水爆や、猛毒の細菌の開発、遺伝子を操作して全く新しい生物を喪失する、等、危険な研究に執念を燃やすことが挙げられる。しかしパニックが、目的の場合、自分の行動を客観的に理解しており、当てはまらない場合もある。内面は、挫折、トラウマ、周囲との衝突や圧力、自身の行動を理解されない。 共感性の違いから孤独を感じている場合が多い。このようなコミュニケーションのストレスが周囲との隔絶につながって人の生命を軽んじたり、社会への報復、孤独に引きこもる人物像に結びつく。逆に積極的に周囲とコミュニケーションをとる場合、傲慢な態度、極度な自己肯定、自らを絶対者として演出しようという欲求に結びつく傾向が挙げられる。 対して人騒がせではあるが、基本的には無害な人物として描かれる場合もある。正義のヒーローが登場する完全懲悪の物語では、この恩恵なマッドサイエンティストは味方側として登場する場合がある。この場合、一見、そば迷惑な基人変人であるが、主人公にとって必要となるキーアイテムを開発、提供する重要なポジションの人物となる。 この恩恵なマットサイエンティストはコミュニケーションのストレスがないために反社会的な行動を取らないのだと指摘できる。主にマットサイエンティストは以下の目的を選ぶことが特徴とされる。マットサイエンティストが引き付けられるとする研究、探求の分野は以下である。逆に伝統的にマットサイエンティストがほとんど見向きもしなかった分野は以下のようなものである。 また、工学と名のつく学問は概ねマッドサイエンティストの興味の対象であるが、信頼性工学、人間工学、交通工学のように、マッドサイエンティストの研究においては登場しない分野もある。日本の漫画、アニメーションに登場する科学者は、先行分野がよくわからない、何でも博士が多い。この場合、広範な分野に対して、 雑学的以上に精通していなければできない研究や発明さえ一人で行う。マッドサイエンティストは、卑怯な、振る舞い、極端に危険な手段を用いることで特徴付けられる。彼らの研究所ではしばしば、テスラコイルやバンデグラフ機電機や、その他の火花を飛ばしたり、ポンと音を立てたりする、ガラクタなどが、ブンブンうなっている。またロボットやアンドロイドが描かれる場合は、 失敗作の手足や胴体があちこちに転がっていたり、する。端的に、マットサイエンティストであることを受け手に理解させるために、用紙で演出がなされることも多い。例として挙げられるアイテムは、白衣、黒いマント、モノクル、異様に光の反射率が高い、レンズの向こう側の目が見えない、メガネ、得体の知れない液体の入った白煙を上げるフラスコ、手入れされずボサボサの髪型、 機械義手や体の一部の細胞グ化などである。日本で作られた創作作品における具体的な例としては、ナムコから発売されたアーケードゲーム、超絶隣人ベラボーマンの爆電博士が挙げれ、まず名前自体から、黒マント、メガネ、片手は機械の義手、ヘアスタイルがキノコ雲を模しているという、まさに手本のようなデザインであった。科学者という概念。 職業形態が定着する以前の世界を物語の舞台とするフィクションでは、マッドサイエンティストの役割は魔法使いが当てられる。作品の世界観によっては、錬金術やスチームパンクなどの疑似科学的な知識や技術の専門家、研究者である場合も見られる。これらは演出上の際が見られるものの行動や人物像、目的に関しては、ほぼ同一と言って良い。 むしろ現実に即した世界観に比べファンタジー作品では神や悪魔が存在し明確に聖者善悪が定義されているため一層その行動は非常識としてみなされる場合が多いまた宗教の解釈を取り違えた狂信者異端者という姿でも描かれる歴史上に出現した著名だがやや風変わりな科学者の行動がマッドサイエンティストのモデル 想像のアイデアになったと言える。まず現代の常識、倫理基準において異常であっても当時は普通とされた人物も多い。古代ギリシアのアルキメデスは裸で支柱を走り回った研究に没頭するあまりローマ兵に抵抗して殺害されたとされるエピソードが有名である。エウドクソスは天道説を唱えアリストテレスらによって支持された。イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチは 医療分野でなく絵画の人体デッサンへの興味から死体を解剖した。陰陽道は現代からすれば完全なオカルトだが中国や日本はこれらを科学として重視した。天武天皇は自身も陰陽道を治め陰陽料を設置した。陰陽師の安倍の生命、安倍猶予は社会的に高い地位にあった。ジョン・ハンターは 近代外科学の開祖と呼ばれながら死体コレクターとして知られるが、当時の医師の倫理観からすれば、死体の収集は研究方法として正当なものである。ベンジャミン・ラッシュは、精神病の患者を板の上に縛り付けて回転させることで頭に血液を集めて治療する。アメリカが衆国憲法で医師免許を禁止しようとした黒人が黒いのは遺伝病であるなど、現代の基準で見れば、 狂気の医者のように見えるが、当時としては、正当な医学として高い評価を受けいた。アントワーヌル医師は、処刑道具ギロチンを発明した。対して、現代だけでなく、当時においても批判された人物として、近代チェコのイトカシュレベロバ医師が、麻酔薬の兵器転用という研究を行い、しかも地元の子供を人体実験に使ったことを、学会発して、非難を浴びた。 ヒトラーの主治医モーレルは病状を隠し劇物を使用した危険な治療を本人の同意なしに行った。死の天使とあだ名されたメンゲレ医師は人体実験を繰り返したとされる。考古学者ウォーリス・バッチは数々の発掘品を大英博物館に送ったがこの手法に関して激しく批判された。逆に現代から見れば正当な主張をして 批判にさらされた人物も多い。地動説のガリレオ・ガリレイや、進化論のダーウィンが有名である。院内感染予防の父センメルベースは、手を洗うことを推奨して、精神病院に送られた。ついで科学者や技術者の中でも、平和利用から離れる、兵器開発者が、マッドサイエンティストのアイデアにつながる場合が多い。ガトリング法を発明した、発明家ガトリングは、 一人で百人分戦えば、兵士が少なくて済み、不衛生な戦場で病死が減ると発言した。ノーベルは、ダイナマイトの発明者で知られ、彼に対して使われた、死の商人は、広く軍事産業に関わるマッドサイエンティストの、アイデアに使われた。工学博士、平賀譲るは、主張を曲げない頑固な性格から、不譲る、譲らずの異名で知られる。ロケット技術者フォン・ブラウンは、 宇宙に行くためなら、悪魔に魂を売り渡しても良いと思ったと、ことしている。フォンノイマンは、倫理に反するような研究を行った科学者ではなく、多分野にわたって優れた功績を残したが、その卓越した頭脳と、個性的な人物像を悪魔と評された。特に核兵器開発に参加したことや、当人の高派の政治思想面から、 スタンディ・キューブリックによる映画、博士の異常な愛情のストレンジラブ博士のモデルの一人ともされている。ドクター・クラレのように血まみれの白衣に仮面をかぶって巨大メスを持つなど、恋にマッドサイエンティストのように振る舞う人物もいる。マッドサイエンティストのステレオタイプは19世紀の文学作品において、科学の危険性あるいは科学への恐怖を表現するために作り出された。 近代まで宗教家において管理され、行使されてきた科学的技術が、その管理と無関係に、しかも急速に発達していく中、見慣れない新しい人工物を社会にもたらし、社会生活や伝統的価値観を変容させていくことに対して、大衆が持つ不安や不快感を、人間の姿を借りて擬人化したものと言える。 いわば科学進歩と宗教やモラルの論争が初期ステレオタイプの特徴である。神話に見られるマッドサイエンティストとしては古代ギリシアの神話のプロメテウスが知られる。彼は現在のフィクションの登場人物のように風変わりではないものの全知全能の神ゼウスに超するという常気を一した人物として描写される。また、 後世の神を出し抜こうとした知恵者として危険な行為を犯す科学者の代名詞ともなった。中国の神話にはシ友が登場した。彼は最初の武器の発明者であり、天界の支配者皇帝に反乱を起こして敗れた最初の反逆者として描写された。ただし、プロメテウスとシ友はどちらも神でありェだけでなく、超人的な能力も備えていたが、ギリシア神話のイカロスは、 呂で固めた翼で空を飛び、太陽の熱で呂が溶けて、墜落死するという結末をたどった。彼らは、卓越した頭脳、自身の能力への傲慢な自信、自身の行動の結果を予測できない、危険な行為など、現在のマッドサイエンティストに通じる部分も持つ。このように神話のマッドサイエンティストは、知力を過信する人間の傲慢さを戒める、訓話だった。 中世の騎士道物語では、マーリンなどの魔法使いが登場する。彼らは、主人公である騎士の助言者であったり、不思議な力で問題を解決できる物語のキーパーソンを務めた。日本神話のエンドローなど神話にもルーツを見ることができる。悪役ではないメッドサイエンティストを含めフィクションの科学者は、彼らの現代的にアレンジされた姿と言える。 マッドサイエンティストの原型とされるのは、1818 18年のメアリー・シェリーによる小説、フランケンシュタインあるいは現代のプロメテウス、フランケンシュタインに初登場する人造人間作ったビクター・フランケンシュタインである。登場するべき点もあるもののフライケンシュタインは、軽率かつ結果を顧みずに超えてはならない境界を越えて、禁じられた実験を行うという決定的な要素が提示されている。 生命創造、操作に対するマッドサイエンティストの挑戦は、その原型を錬金術や多くの伝説に見ることができる。フランケンシュタイン博士による人造人間の創造は、そのテーマを確立した。しかし現代では、その描写が人々にとって、よりリアルなものとなった。かつて創造の産物であったクローンや遺伝子操作、ロボット、AI 技術などが現実となった。一方、 様々な議論がそれに追いついているとは言い難い。そのため、技術だけが進みすぎているという漠然とした恐怖を背景にマッドサイエンティストの暴走がよりリアルなものとして描かれるようになってきた。映画、ジュラシック・パークでは遺伝子技術によって現代に恐竜を再生させる物語が描かれた。孤独な人物としてのマッドサイエンティストの立場は自然や法律を犯しても 利益を得ることを企む企業や組織の幹部に置き換わっていく傾向にある。これは科学技術が複雑化、専門化し、天才であっても一人で発明をするという設定が説得力を失ったからと考えられる。彼らは歪んだ欲望を追求するために専門家たちを雇い、顎で使う。漫画、スーパーマンの宿敵レックスルーサーは、 初期の設定から大企業の社長に代わり、研究開発部門の重要な役職を務め、果ては大統領になるなど、このような変化の典型である。しかしなお、このポーズは、読者の興味を引くために、人気のサイエンスライターによって気ままに使われている。どういうわけか、危険かつ過激であるほどにより、興味を引くものとなる。イアン・フレミングの小説、0 0七シリーズでは、スペクターと呼ばれる、 犯罪専門のマッドサイエンティスト集団まで登場する。第二次世界大戦後の大衆文化では、とりわけ核兵器に関するマッドサイエンティストが盛んに見られるようになる。ナチスドイツにおける生物兵器や化学兵器とアメリカ合衆国による原子爆弾の発、成功と日本への原子爆弾投下、核保有国の核兵器配備は、科学技術が制御を失った力。 それらを生み出した科学技術のさらなる進展は第三次世界大戦、地球の壊滅的破壊や人類滅亡さえできるを用えるようになったことで深い恐怖を弱気した映画、博士の異常な愛情はブラックコメディではあるものの制御を失った核兵器の恐怖を究極の形で表した一つと言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。